日本における首都圏とは、主に首都圏整備法、第2条第1項及び同志高令、第1条に基づいて首都圏と定義された、東京都及びその周辺地域である、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、神奈川県、山梨県の1と7県を指す。法令に基づく定義とは異なる範囲を対象とした首都圏の要例としては、 東京都心を中心とする周辺地域を指す用語として都心周辺の通勤、通学圏を指す東京大都市圏、東京都市圏、東京圏などを指すこともある。本校では生活圏としての東京圏についても記述する。首都圏整備法による首都圏の範囲協議の首都圏を指す南関東一と三県の範囲1956年に制定された。 首都圏整備法第2条第1項では日本の首都圏の定義が東京都の区域及び政令で定めるその周辺の地域を一体とした広域と規定されている。また、この政令で定めるその周辺の地域は政令である首都圏整備法施行令第1条において埼玉県、千葉県、神奈川県、茨城県、栃木県、群馬県を呼び 山梨県の区域と規定されている。一方、旧都県市首脳会議は、首都圏サミットの別名を持つが、協議の首都圏である南関東1と3県を呼び、道都圏に所在する5つの政令指定都市の知事、市長で構成される。なお、近年では、首都圏とは別の東京周辺地域を指す用語である、東京圏あるいは、 東京都市圏などが首都圏と同義で用いられることも多い。これらの圏域は本来首都圏とは別の範囲を指している。国勢調査や住宅、土地統計調査の結果で用いられる統計上の地域区分の一つ。大都市圏は1960年の国勢調査で初めて設定され、1975年の国勢調査以来の定義は、 東京都特別区部及び政令指定都市からなる、中心市と、中心市への15歳から84歳通勤、通学者数人口が、常住人口に占める割合が1.5%以上、かつ、中心市と連接している、市町村、及びこれらの市町村に囲まれている、市町村からなる、周辺市町村等を合わせた地域である。 中心市同士が互いに近接している場合にはこれらを統合して一つの大都市圏として扱うため東京周辺の大都市圏の中心市は1975年から1990年の国勢調査においては東京特別区部横浜市川崎市であり1995年国勢調査以降はこれに千葉市が2005年国勢調査以降は埼玉市が 2010年国勢調査以降は、相模原市が加わった。これに伴い、大都市圏の名称も、京浜大都市圏、京浜用大都市圏、関東大都市圏と変遷している。2015年国勢調査による関東大都市圏は、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、 静岡県の1と8県にまたがる23特別区、132市55町5村で構成される。各種の統計資料などでは、東京都心から50の70キロメートルの県内、あるいは、利根川以南に位置する東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県の南関東1と3県を、東京県や東京都市県として定義する事例が多く見受けられ。 それに加えて、近年では、内閣府を含めた観光庁や民間団体が、首都圏という言葉を、東京都区部及びその近隣域を指す、東京圏や東京都市圏の同義語として用いている例がある。世界最大のメガシティである、東京以下、東京都市圏の経済について記述する。東京都では、約1372万人、東京都市圏では、定義にもよるが、 約3400から3800万人である。東京都区部の人口は約944万人であるが、昼夜人口変動を考慮したオフィス街の多い、都区部における昼間人口は、もっと高い。2014年度の東京都の総生産は、約93兆円である。2017年のニューヨーク州の総生産が1.5兆ドルで、あることから、東京都は、 ニューヨーク州より小さな経済規模である。また、2014年の東京都市圏の実質 GDP は1兆6170億ドルである。同年のニューヨーク都市圏の実質 GDP が1兆4030億ドルであることから、東京都市圏はニューヨーク都市圏の1.15倍ほどの経済規模である。世界最大の経済都市圏であり、2015年の 各国の実質 GDP と比較すると GDP 世界17位の国に相当する。アメリカのシンクタンクが2017年に発表した総合的な世界都市ランキングにおいてニューヨーク、ロンドン、パリに次ぐ世界4位の都市と評価された。2016年10月財団法人森記念財団都市戦略研究所が公表した世界の都市総合力ランキングでは ロンドン、ニューヨークに次ぐ、世界3位との評価を得ている。東京都心からの時間的距離に応じて、人口や都市空間の集積が遷移するという性質が強く、郊外では放射状に広がる、近郊鉄道沿いの人口密度が高いものの、それらの間の地域では、人口密度が低くなる。すなわち、人手型あるいは星型の都市圏構造を呈している。都心、 副都心と呼ばれる地区は、おおむね皇居から 10km 圏内に位置している。一方その外側には、ベッドタウンが形成されており、人口に比して、商業、業務機能の集積が少ないのが特徴。しかし20から 40km 圏内においては副、都心、業務各都市の指定を受け、また新都心と呼ばれるような業務の集積が見られる、自治体も点在している。 なお、関東大震災後や第二次世界大戦後には、東京特部から郊外に無秩序、無宿以上に住宅地が拡大するスプロール現象が起こった。このような事態への対策として、多摩ニュータウンや江北ニュータウンといった大規模ニュータウンが計画されたが、当初の構想とは異なり住宅供給を主体とするものとなり、企業の進出はあまり進まなかった。 関東の空は、通称、横田空域と呼ばれる位置と8県に及ぶ広大な空域の航空管制が行われており、国内航空の最重要ハブ空港である、羽田空港の発着経路設定にも影響を及ぼしていた。それが、同空域からの影響をほぼ受けない、成田国際空港の新空港建設の縁員とも、なった。 羽田空港は主に離陸経路の設定に横田空域の影響を受けていたが1992年と2008年9月25日に空域が一部変換されており離陸時の要求上昇率が緩和されたため離陸経路の設定自由度が増して発着回数の増加に寄与しているその一方で横田空域を利用する軍用機自衛隊機などは 設定空域が低空であるがゆえに侵入進出路となる地域は騒音問題に悩まされ続けており、横田飛行場以外にも神奈川県には厚木基地、横須賀基地、キャンプザマに代表されるように米軍基地が密集している。神奈川県内の国道16号は米軍基地の多さで沖縄県内の国道58号と対比されることもある。 東京都市圏の人口増とともに、都市圏の地価が高騰し、より安くより広い床面積の住居を求める、東京都市圏住民が次第に、都市圏変園部に拡散し、これに伴い、東京都市圏が変園部に拡大、変調し、ドーナツ化現象を引き起こした。平成期に入ると、とりわけ新幹線沿線では通勤圏が、遠方ギリギリにまで拡大する傾向が目立った。 熱海、三島、静岡、那須塩原、新白河、浦佐がその例で、それぞれ東海道新幹線、東北新幹線、上越新幹線の開業当時には、東京への通勤圏として一般的に認知されていなかったが、バブル景気以後東京への通勤者が現れ始めた。また、高崎市、前橋市、宇都宮市は、 新幹線開業前から一定数東京への通勤者は存在していたが、新幹線開業後その数はさらに増大した。また、長野新幹線開業後は、安中春名軽井沢、桜平にもこの傾向が広まっている。東京都市圏の拡大東京都市圏は、都市雇用圏による1と3県の中心都市より、通勤圏をさらに後半に拡大する傾向を見せている。 第二次世界大戦後、高度経済成長期を中心に、東京湾沿岸には、工業の集積が著しく進行し、日本各地の農村部の余剰労働力を吸収する、形で、金の卵と呼ばれた、青年労働者が集まり、臨海部を中心に人口が急増した。また、高度経済成長以後は、日本全国の販売網から集まる売り上げや、 貿易黒字が東京に集中するようになり、第三次産業の労働力を吸収して、東京都市圏の人口は激増した。確一的な団地が次々に建設され、また、郊外の良い住環境や、マイホームを求める動きも、背景として、ニュータウンに代表される郊外の宅地化が急速に、進行し、東京の都市圏は、特別区の外側に向かって拡大していった。 この郊外化は戦前から構築されていた鉄道も背景とするところが強く既存の鉄道は度重なる輸送力の増強や新駅の設置に追われたこの他にも路線の延伸や新規路線の開業も頻繁に行われたこのように東京都心部を中心として放射状に伸びる 交通網に沿って宅地化が進行したため、多摩地域は元より隣接する埼玉県、千葉県、神奈川県の各県と茨城県南西部、栃木県南端にまで広がった。欧米の大都市の中には、都心部を含む、中心市と郊外の衛星都市群の間に、グリーンベルトと呼ばれる、緑地帯を挟むものが存在するが、東京都市圏においては、一部で、 環状都市が構想されたものの、それは実現せず、自治体の領域は、名目地域としての性質を強めることとなった。このように、東京都区部の外に連続的に都市圏が拡大した。結果、昼間は東京都区部で働き学び、夜間は東京都区部の外に帰るという、茨城都民、埼玉都民、千葉都民、多摩都民、神奈川都民というように、都民と呼ばれる。 新興住民が急増した。このような住民は新住民とも呼ばれ、居住地区や旧住民との疎遠さも指摘された。しかし、近年は新旧住民の交流や地域通貨の導入など、新たなコミュニティ作りが始まっている。地域によっては土地とは無縁な随称地名が多く付けられた。その中には、ひらがな表記や、 英語などの外国語を含む地名が誕生したのも特徴である。バブル経済期になると東京で地価が高騰した結果、北は郡山から西は掛川から新幹線で東京に通勤することも一般化するようになった。このような一連の通勤圏の拡大により、近縁部の人口が増加すると、その居住人口を背景として衛星都市群の都心の商業が 活性化した。しかし高度経済成長の終焉やバブル経済の破綻などを機に地域間の二極化の加速も指摘されるようになった。1990年代後半以降はそれまでの都市圏の拡大から都心回帰の動きに転じていると言われ都心部での人口増加、郊外部での減少といった状況が見られる。東京の都心部は再開発が盛んで 新富裕者が居住するようになった一方、老朽化したアパートに住む高齢者や一人暮らしの若者、ネットカフェ難民と呼ばれる貧困層やホームレスが増えている。また、郊外の拠点都市では新都心の造成をはじめ業務機能の拠点整備や人口増加が見られる反面、やはり老朽化した住宅団地などでは人口減少と 急激な高齢化が指摘されるに至っている。コラムスリスト3東京特部及び、横浜港未来周辺の都市観光、千葉のディズニーリゾートやマザー牧場に代表される、テーマパーク、房総半島東海岸及び、相模湾の海水浴場、南房総及び、三浦半島などの悲観地、水橋筑波国定公園及び富士。 箱根伊豆国立公園などの自然公園など、関東地方東部、南部から山梨県、伊豆半島にわたる地域は観光地が集中しており、東京の近接観光地となっている。しかし、首都圏という立地条件がデメリットとなっている例もある。特に日光、川越、鎌倉などは、 首都圏住民が日帰り旅行として立ち寄る例が多く、地域内への宿泊客が伸び悩んでいる。首都高速11号台場線新宿駅は1日平均乗降客数が350万人を超える世界一のターミナル駅である。JR、私鉄、地下鉄、モノレールなどが網の目のように張り巡らされ、年間輸送人員は世界一である。ダイヤが正確で、 三列乗車など乗降マナーも良く、車内や駅が清潔であるなどの点では、評価が高いものの、特に不慣れな利用者には、路線網や列車の系統、停車駅が複雑でわかりにくいなどの課題もある。日本国外からの観光客誘致を目指して2003年に、始まったビジットジャパンキャンペーンも手伝い、英語の車内アナウンスや、駅の標識のローマ字や番号での表記が増えている。 一部の駅の表記には、ローマ字の他に、隣国で使用されている、中国語、韓国語も併記されているものもある。中心的なターミナル駅は、東京駅である。JR の中長距離乗車券に適用される、東京都区内及び、東京山手線内は、東京駅との営業キロをもとに運賃を計算する、特例である。また、東京駅は所属する中央本線。 総武本線、東海道本線、東北本線、京王線、東海道新幹線、東北新幹線のすべての起点となっていることから、出発列車はすべて、下り列車である。上野駅、品川駅は、新幹線の停車駅でもある。新宿駅は1日平均乗降客数が350万人を超え、世界一である。また、 新宿駅は長距離バスのターミナルになっている。その他、環状線の山手線主要ターミナル駅の池袋駅、渋谷駅などの乗降車が多く、このあたりは昼夜人波が途絶えることがない。古代の南関東には京から東海道が伸びていた。また武蔵国には上野国まで武蔵道が整備されていた。中世の混乱期にこうした道路網は荒廃したが、 江戸時代になると、東海道、日光街道、中仙道、水戸街道、甲州街道などが整備された。現在、東京都心から郊外に向かって、道路、鉄路ともに、環状、放射状に発達しているが、郊外に行くに従って、整備は遅れている。代表的なものとして、環状道路では、環状7号線、国道16号、 環状鉄路では山手線、大江戸線、武蔵野線、南部線がある。東京都心の外側の環状高速道路として、都心から15から 20km 圏内に、東京外環自動車道と、都心から40から 60km 圏内に、首都圏中央連絡自動車道などの整備が進むが、未完成である。立良制の五気七道では、関東地方のうち、 現在の栃木県と群馬県以外は、東海道として区分された。このため、日本を交通網で区分するときに、関東の特に、東京都以南を東海道として区分することもある。環状道路東京都心 10km 圏内、東京都心 20km 圏内、東京都心 30km 圏内、東京都心 70km 圏内主要な、港湾として、東京湾内に、 東京港、横浜港、千葉港がある。なお、日本の標高は、東京湾平均海面を0メートルとして設置された、日本水準原点を基準に測量される。東京港、横浜港、千葉港主要な空港として、東京都大田区に、東京国際空港、千葉県成田市に、成田国際空港がある。東京国際空港成田国際空港高速道路。 国道 JR 東日本 JR 東海地下鉄、私鉄、第三セクター路線その他にも、東京とかに、調布飛行場、大島空港、八丈島空港、新井島,空港島空港、神津島空港、三宅島空港がある。また、東京都は、米軍横田基地について、民間共用化を要望している。国会等の移転に関する法律は、国会などの移転を目指して、 その具体化の推進のために積極的な検討を行うべきことを明らかにし、そのための国の責務、基本指針、移転先、候補地の選定体制などについて定めるため制定された。ありがとうございます。